あれってなって、踊っとかなあかんやつ、曲前奏流れてるやーってなって、2階からヒールのままうわーって、はい、忘年会でもあり、忘年会忘年会忘年会始まったばっかりやねんけど、同窓会、同窓会そんなことある、会しか当てないですよ。あれあれあれ、何ですか何ですか。聞かなきゃいけないことがあったんですけど。何？運転免許は持ってますか？運転免許持ってます。あ、持てるんだ。持つのはダメなんですか？え、運転してます今も？あ、たまに。へー。車は持ってないので、うん、レンタカー借りてとか、今カーシェアっていう便利な機会があるじゃないですか。うん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 、あれでちょっとした移動とか、荷物運ばなあかん時とか、借りて、ちょっとした距離ですけど運転したりとか、引っ越しは自分で車運転してやりました。そうなんか大変そう、めっちゃ大変、ね、でも なんていうんですか、業者さんに頼んで、うん、頼んだら早いんやろうけど、そのだって自分で運べ、あ、そうそうそう、誰か呼んで、あ、一人で、嘘だベッドとか布団派ですか？あ、ベッド、ベッド、あ、でも引っ越すたびにベッドは、うん、変えてるかな、あ、そんななんて言うんですか、最初もうスノコにマットレス引いてっていうところから引っ越す時には、あ、そのまま行ったかな、忘れちゃった、だから持ち運べるものだったりとか、へー、あとはまあまあ引っ越すし、もう劣化してるし買おうと思って買ったりとかして、車までマンションからひたすら往復、夜中に夜逃げのようにずっとやばなかなか日中に、それこそアイドル時代は本当にずっとスケジュールがリハーサルやって、なんかイベントがあってとかっていうので、もういっぱい埋まってたから、業者さんに引っ越し頼む時間が確定して取れなかったんですね、当時は。だからもうそれやったら自分の睡眠時間削って夜中にやっちゃえば自分のタイミングで行くのは、で、それでだから大阪市内の大きい道路とかは全然、大きい道路怖いか、まあでも夜中やから空いてるうちにブーンってそうだから好きです運転は。それこそ冷蔵庫と洗濯機も持てないでしょ。そうそうそう、あ、家電は売りました。へえ、うん、そうそうそう、シェアハウスに住んでて、その引っ越す時にダンサー仲間で一緒に住むってなって、うん、だからもう家電いらなくなったんで、使ってたやつはそうだからリサイクルして、そうそう、そういう意味では衣服とかそういうちょっとした家電じゃない、家財道具だけやったから、うん、自分で運べる程度でやってた。ちょっと大きい車借りて積んで貧乏症やからね、自分でやりたくなっちゃったそうそう、へえ。昔ほんまは二輪の免許も取りたかったんですよ、憧れてて。あ、似合いそ う, そう、でっかいバイクにまたがってる女性がめっちゃかっこいいと思って、かっこいいですよね。そう、でもまあまあなんかまあいろいろタイミングがあってなかなか取る機会なくって、そのままずるずる、うん、そうそうそう、あら、二輪はしてないかそう、車いすかね。いや、そう、本当はペーパードライバー教習みたいなの行かないとやばいレベルかなと思ってたんですけど、免許取ってからめちゃめちゃ空いたから、じゃあぜひ三輪車で、ね、ところはなんとかできてるんですけど、たまに最初本当に久々にやるときは、あの教習の本取ってあったから見て、すごい思い出して座ったら、まずバックミラーと3分の1出るってめっちゃやってめっちゃ真面目そう、そういうとこだけね真面目な A 型ですあ、一緒、 A 型です。家ぐちゃぐちゃA 型、そうですよね、ぐちゃ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 、職場とかは綺麗にするけど、そう、綺麗にしだしたら綺麗にするけど、そうそう、すぐね、うん、散らかりがち、すぐ宝箱の中おるみたいにいっぱいのものがあ、そうね、
運転も割と、あ、運転しますか？あ、こっち来てからはあんまないけど、実家帰った時はしますね。結構勢いある運転しますか？なんかめっちゃ飛ばしそうじゃないですか。勝手なイメージ。すごい。よくわかります。やっぱりなんかそんな気がした。目がギラってしたから。また泣いちゃう。そう、いや、なんか A 型ってそうなんだなって、うっすらちょっと似たとか。そうなんですね。そう、あんま辛いけど割と大体。バレたバレた。車線変更とか割と大体。そうそう、教習所でめっちゃガチ泣き。教習所でビビってできなかったんですよ。車線変更とかやるじゃないですか。教習所でも本当に怒られたの？怒られてはないけど、うんうん、男勝りな運転だねっていう。私ブレーキ上手ですよ。ふって抜いてるやつ。あれ教習所で褒められた。熱くなってきた。いいですか？いいよ。はい、肩ずれてきました。セクシーなんで。セクシー。ああ。ため息しかない。ああ、こんな面白い。面白い。綺麗な涙を。涙見えてないでしょ。化粧が見える。よく笑い泣きするから。あ、本当。幸せですね。こっちゃ。ハッピーハッピー。あ、もう聞きたいことはないですか？ありますよ。それこそ演技ですでに泣けますか？あ、演技でね、いや私どうやろう、泣く演技ってちょいちょいあります？あります、ありました。ね、めっちゃほんまわかんのでしょうけど、うん、舞台で、2週間ぐらいの公演があった時に、うん、波がありましたね。すぐにうわーって出る時と、もうここで溜まっただけでこぼれ落ちる寸前で照明を、次の場面に行くとか、なんかほんまはまだ、まあ、まだまだ未熟やから、そこまで作り上げられへんのやろなって思いながら。そういう泣くシーンってもうその役なりきって、うんうん、その感情そのままになってやるんですか？うん、そうやね。あんまりよくなんかね、他のこと考えて悲しいことを思い浮かべてとかって言うけど、私はあんまりできなくて、それが別の感情を思い浮かべるのが結構難しくて、その時の場面で泣くように、あんまりそんななんかポロって出さないととかっていうシーンには今あんまり出会ってないので、どっちかというともうなんか悲しさと悔しさで泣き崩れるみたいな、そうなんが多かったかな。なんかそう、それこそ男の人に騙されて泣くみたいな。泣きながら笑顔でありがとうって言ってお別れするみたいな、そんな切ない。それも吉本さんの、ね、辻本さんの舞台やったんですけど、それちょっと切ないシーンが多くて、あの新吉本新喜劇の方のお芝居の特別公演が毎年あったんですけど、すごい、そうそう、泣くシーンがありました。辻本さんの肩を借りて、ちょ、顎に顔隠して涙を怒られるわこんなやったら。そうそう、泣くのはだからあんまり経験はまだないですね、数回しか。へえ、そうそう、あれもできてこそね、すごい女優さんやなって思いますね。やっぱりあれほぼ、うん、ほぼ本人のあれですよね、目薬とか。いやあ、よく聞くけどどうなんやろ。映像とかはもしかしたらあるかもしれないですけどね、うん、どうなんやろ。私もそこはちょっとまだ知らない世界です。うん、じゃあもし、はい、役作りで坊主にしてって言われたら、うん、しますか？坊主一変してみたいんですよ。へえ、めっちゃショートカットと丸坊主、うん、でも坊主はちょっと頭の形自信がなくて。やってみないと分かんないですけどね、いかにボコボコなのか。そう、あ、でもやると思います。お、偉そうなこと言ったら、まあ、仕事は選びますけど。ですよね。私もこれなんか分かんない、有名なんかね、いいやつだったらするけど、そうでもなかったらしないかな。何仕事選んどんねんって言ってね。
まあでもそうそう、多分若干の迷いはあるかもしれないけど、うん、多分やると思います、うん、髪は女の命ですから、ね、坊主にしたらなんか髪質変わるとか生え方変わるっていうじゃないですか。本当ですか？分かんない、ほんま定かかどうか分かんないけどだからまたね、一回坊主してテンパ戻ってきたらどうしようってちょっと思いながらテンパですか？癖っ気なんですよ、伸ばしてるから落ち着いてますけど、うん、もうちっちゃい頃クリンクリンやって、もうずっとこんな羽散らかしてるそうそうそう、髪質変わったら嫌ですね。うん、確かに坊主は坊主で楽そう。ウィッグかぶって、そうそうそう、毎日イメージできるからそれはそれで、うん、アイコニックさんとかが出た時にね、あの丸坊主で、うんうんうん、かっこいいなって思ったから。先輩でもいたんですよ、その時期に。ダンサーさんでめっちゃ綺麗な人がある日学校行ったら丸坊主になってて、と思って、それですごいモダンバレエとか踊りはる人やったから、うわかっこいいと思って憧れたけど、ちょっと私はマッチ棒みたいになるなと思ってやめました。マッチ棒こんな170センチの女が丸坊主しだしたら若干ちょっとねあとはちょっとロングヘアが好きやったのでさすがにやらへんかったけど、いや、いつか見れる日が来るのかないつか見れる日、いやいや似合いそう。でもあさこちゃん嘘、うん、言われても嬉しくない確かに、ね、褒め言葉かどうか判断難しいよね確かに。いやだってショートにするのにも、うん、勇気いる、うん、ショートやったことありますか？ショート小学生中学生ぐらいはあります。うん、うん、私もそれぐらいだけです。そっからはずっと伸ばして、で20代前半の時に1回ボブしたけど、あんまりアレンジできなくて、なるほど、すぐ飽きてエクステつけたりしたから、やっぱり短いのはダメだ。そう、やっぱりなんかいろいろアレンジヘアアレンジしたりセットするのが楽しいし、ね、うん、あとは私踊る時にこう髪をファサンってできるのがいいですね。 そう、それで結局ロングヘアに落ち着くというね、うん、そう。でもいつか仕事、そういうそれこそその坊主はまあ極端けど、うん、お仕事の役作りでなんかバッサリ切る役とかあったらいいなって、だから自分の意思では切れ、なんか切れない気がして、うん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 、そうそう、まあ、そんな仕事があったらええなって思っとる次第です。早なんかこのアクリル板がね、なんですか早く取れる日が来たいですね本当にね。なか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 いい経験ができました、今日。ありがとうございます。グリル版で。そうそうそう。それこそなんか、うん、劇？はい。劇のなんでなんステージの前にアクリル板じゃないけど、うんうんうん、シートビニールのやつ、ビニールかぶせてたりとか してるところもありますよね。ありますね。最初の頃それやったし。私が以前その演劇とライブ混ぜたような舞台に立った時はマイクにこういうアクリルの、まあ、シールドっていうのかな、つけて、だからあのワンちゃんが首にこうやってなんか巻くような、うんうん、かかるように巻くようなやつみたいなマイクにつけて、これで歌ったりしてました。そう、飛ば飛沫せんようにっていうので、いろいろね、確かに工夫、いろいろそういう工夫してはるなと思って、そうそうそう。その今度の来月のワンマンライブでも、はい、うん、そういう対策、そうですね、お客様、一応お客様、まあ、有観客でできる場合はもうお席めちゃめちゃ減らして半数以下にしてやるのと、まあ、距離空けてとか、まあ、あと演劇なのでなかなかいろいろね、口元のシールドとかも考えたんですけど、うん、まあ、少人数での舞台なので、うん、まあ飛沫もそんなに大所帯よりは気にならないかなと思って、まあ、客席との距離は取れるところなので、うん、そういう対策にしようかなと。あと映像での配信があるので、ちょっとね、このシートしたりっていうのが反射とかってなかなか厳しくて、確かに、はい、まあ、でもすごいあのしっかりなんていうんですか、設備整えてはるあの会場なので、その辺はご安心していただければと。空気清浄とかその、うん、あのなんていうんですか、綺麗にするやつちゃんとやってはるとこです。はい、
今もここもしてます。ここもね、本当に吸ってもわからんかね、面白いですか。面白いそう、なんやかんやこうやってゆっくりちゃんと話すことなかったから。確かに。そう、沖縄の時もね数日間ご一緒やったけど結構、ね、うん、撮影でずっとね、うん、で個々の撮影やったからね、カメラマンさんとバラバラやし、寝床もね同じとこ泊まってても、そうそうそう別でさっきすぐ寝はったからそうなんか星空撮影、そう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 、元気だなと思ってもう寝たいと思って、撮影とか初めてやし星空と一緒に撮れるなんてと思って深夜ね朝方までかやってたんですけど、朝子ちゃん私はもう寝たいですって、ね、朝か次の日の朝から撮影でも次の日めっちゃ寝てましたよね。あれ寝た、昼まで寝ました。朝私は朝から頑張ってた。そうそう、朝から組と私たち送らせてもらって、だって帰って寝たの朝のほんまに朝 6時とか、遅かったですよね、7時とか、え何時やったかな忘れちゃったけど 1,2 時間しか寝れへんみたいな環境やって、でもちゃんとちーさんたちが帰った、うんうん、その日かなにちゃんと星空撮影しました、まね、そういやあんな星と一緒に撮れるなんてと思って綺麗でしたね。そう、抹茶綺麗、抹茶やってめっちゃ綺麗やったんですよ抹茶抹茶抹茶飲みたくなるな、なんそう本当に楽しかった、蚊に刺されながらそう貴重な経験でした ね、うんね、うんうん、また何かしら一緒にできたらいいですね。あ本当にそれこそまたさっき言ってたするとき、ポンコツナス考えるわあかんのもっと可愛い役、可愛い役、めっちゃ意地悪な役あ逆にそういうのしてみたい。そうそうそう、なんか自分に来なさそうなやつとかってやってる。悪い役の方が一番やりやすくないですか、なんか。あね、分かんないけど私めっちゃ難しかったんですよ。そうなんか二面性持ってる人の役で、表向きはめっちゃいい人いい先輩、うん、でも実はその会社を裏切ってるライバル会社の社長とできててみたいな、悪い方もの顔も出しつつ表はいい人って役やったんですけど、もう悪い方の悪女にはなかなか切り替えが難しくて、そうそう楽しそう、めっちゃ楽しかった友達は騙されたって言ってましたけどね、へそうそう悪い役ねやりたいね演出家ですか全然でも人のなんか人の良さとかを見抜くのは得意かもしれない。おかげで自分のこと全然分かるんですけど逆にそうだから見てほしい、人には自分のこの角度がいいよとか、うん、だからカメラマンさんにそれこそいろいろもっとこうしてああしてって言ってもらった方が、うん、やりやすい、私はそうそう自由演技が苦手かな、そういう意味では。はい、はい、そんな感じです。じゃあちょっと意地悪ナース、ポンコツじゃなく意地悪ナースにしたいと思います。ナースは取れないんですみたいね、私が見てみたいそうそう今ねナースっていうナース服ないですからね、コスプレ感になるもんね。あそうそうそう確かにパンツスタイル、パンツが多いですね。医者でいいです、ジョイジョイさん、ミスしそうどんだけあ、とかってなんか入れたまま間違えちゃったどんなドラマやもんなそれこそちーさん似合いそう、そういうの。どれ？ジョイ、ジョイさん、うん、あジョイさん似合うと思いますよ。うわ自分でねえ似合いそうですよ、めっちゃうなずいてはるやん後ろで、そう早く言うか、うん似合う、そうそう自分で言われると思わなかったの先頭立ってスタスタ当たるそうそう指示出しそうやん、めっちゃプライド高そうなジョイさんね、うん、でも裏では男の人にきっと騙されとないでなそういうのそこもうなずくんですか
そういうなんかね、そういうのが似合うらしいよ私、そう涙の回ができました今日そうだからいろいろもっといろんなやつは今後やっていきたいですね、舞台とか、あとは今年はというか今後の目標としてはそういうメディアとか映像のお仕事もなかなか経験、うん、去年はねそのドラマに一歩第1話というか第3話なんですけど、その1つのストーリーだけ出れたので、それが連続で出れるような、ポジションになれるように頑張りたいなって今思ってます。私もそうなれるように頑張ります、ね、お互い頑張りましょう頑張りましょう、はい、でいつか共演するっていうね、はい、したくなかったあんまりいじめられるやつ、ちいさんにいじめられるじゃあいじめたいと思います、はい楽しそう。なんかそうやって出会えた人がまたどこかの現場で一緒になるっていうのはとてもハッピーやから、そういうのが、うん、そういう連鎖が続いてったらいいなって思ってますですね。ね頑張りましょう頑張りましょう、いろいろ波のある世界ですね今日はなんかね、うん、この後も朝までさ稽古、そうなんですよ、今ちょっと自分の単独の主催公演もそうなんですけど、今また別でちょっとアイドルユニットみたいなのも組んでまして。そうなんですか。うん、一夜限りの予定やったんですけど、最初はそれがなんかちょっと面白いなってなって、第2弾がその自分の舞台のちょっと前にあるので、今お稽古 お芝居が2つ同時進行してます。え、はい、アイドルもお芝居。そうなんですよ。へ、今女優やったり、それぞれいろんな活動をしてた元アイドル経験者の女優4人が集まって、うん、あのちょっと仮面をかぶってアイドルをやってるっていう設定のアイドルグループなんですけど、そうそう、そうお芝居の中から生まれたんですけど、それがまだ第2弾でお芝居しながらライブもやってっていうのをやります。なので今日はそのお稽古がこの後あって、その夜にまた自分の方のお稽古があります。オールでやりますね、あ体力つけないと大変なかなか今日。そうでもなんかある意味なんか第3回目ぐらいの青春をしてるような学生時代から始まり、アイドル時代が2回目の青春で、今また新たな青春時代をと思って若々しく生きようとしている日々です、ね、好きなことやってると、はい、そういい、ね、本当に楽しい。睡眠不足も本当に苦じゃない。いつかガタが来るんやろうなと思ってますけど、そう楽しいです。お酒で吹き飛ばして、そうそうそう本当になかなかね、自由に飲めないあれです、飲める環境ではないのが今は、うん、ま、世間ではありますけど、そう終わって帰ってビールちょっと飲んで寝るっていうのがねそうイベントが全部無事終われば大いに乾杯したいと思います配信で配信で、はい、ぜひ配信もいろんな場、ね、配信やったら全国どこでも見れますので、また会いに来てください。よろしくお願いします。なんか他告知があれば。あ、じゃあ改めて2月の19日の金曜日に、私チーの初めての、単独ライブがあります。お芝居あり、一部二部制としまして、一部にお芝居で、一応換気タイムと休憩時間をとって、後半戦がダンスショーと、歌ありのライブとなっております。ドコメディに挑戦しておりますドコメディ、そうドコメディ本をね書いていただいたんですけど、そうめちゃめちゃ叫び倒してるコメディですはい、でダンスはちょっとあんまりアイドル時代にやってこなかったちょっと大人でセクシーなダンスのショーと、あとはライブは、一応オリジナル曲を今制作中で、そのライブで披露したいと思います。詞は書きました。すごい。今ちょっと一緒に作ってくれはるアレンジャーの方とちょっと今相談しながら進めております。何系ですか？恋愛系？なんかいや頑張ろう系。そうですねなんか私が生きてきて感じてたこととかを書きました。果たしてどうなるのか、当日のお楽しみにという感じでございます。ぜひ2月19日、配信でも2週間ずっと見れますので、よかったら、チーの SNS を検索していただけたらと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
ぜひ見てください。見ます。はい、頑張ります。頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。今日はね本当にお忙しい中とんでもない、ありがとうございました。久々に会えてほんまに嬉しかったです。こちらこそ。喋りすぎたから編集頑張ってください。そう、また呼んでもらえるようになんかね、うん、あの大きいお知らせ持って来れるように頑張ります。また何か違う企画で、ね、もう撮れることがあったら、あ、ぜひぜひよろしくお願いします。もうフットワークの軽さだけが私ですので、はい、いろんなことこれからもチャレンジしていきたいなと思ってます。ありがとうございました。ありがとうございました。またお会いしましょう、ま、はい。この後も MC 業も頑張ってください。まだまだですが、いやいや、とんでもない。頑張ります。この初々しさをいつまでも忘れずに頑張ってほしいと思います。あさこちゃんはいつまでもこんなんじゃダメでしょ。まあね、まあ、そうそうそう、いやでもこの良さはいつまでも残してほしいと思いますよ。ありがとうございます、はい、何目線よね。お姉さん、お姉さん、お母さん、え、嘘。いやいや友達やと思ってます。そう、まだこのチャンネルでのあさこちゃんの成長というのを私は拝見したいと思います。お願いします。評価してください。あ、評価、酷評価したい。はい、はい、たまに出るこの低音がいいですね、はい。私もともと低いからやけど。私も低いです。本当？そうか、そうです。全然終われへんやん。全然終われへんよ。1時間番組やってます。じゃあ2夜にわたって。夜じゃないか。飲みながら。そうやね、飲めないからすぐ酔っちゃう。あ、ほんまやわ。話ならへんかも。じゃあまた呼んでいただけるようにお家を頑張ります。はい、じゃああさこちゃんのポジションを奪うように頑張りたい。やめてください。やめてください。それは泣いてもた。ありがとうございます。やばい。泣いちゃいました。さよなら。やばい、笑い泣きがやばい。じゃあ泣きながら終わりましょう。めっちゃ泣くやん。声が出なくなっちゃった。ということで本日はチーをゲストに呼んでいただきましての放送でございました。皆さん次回もお楽しみに。あさこちゃんお疲れ様でした。めっちゃ涙出てきた。久々こんなやばい。そう、そんな大したことないティッシュ持ってます。あ、そこにあるの。おー、すごい。声が出なくなった。すごい。あ、ごめんなさい。メイクが崩れる。これ裏返ったら結構好きな柄で、見してください。見してください。あのホームバンドにしてるんで。え、あ、それでこれカウンターですか。うわ、もしかしてそうかなってちょっとだけ思ってたんです。これちょっとだけ、ちょっと見張ってるまで。あ、バーバー。